皆様こんにちは。こんにちは。アンケートダンジョン12が来ております。はい、今回あれですね、私で言うと千代目のスキルレベルアップ、千代目レッドパイレッツ、はい、もうねやばい、あれは超いいね、上げておかなければと。あとは先日究極進化が来たばっかりのヤマトタケルが、はい、このダンジョンのボスモンスターのスキルレベルアップということでございますが、はい、私もうすでに、この千代目のスキルレベルアップのためにある程度周回モードには入ってまして、今回、いきなりの動画ではございますが S ランクを狙いに行きたいと思います。15万点。はい、じゃあフレンドの設定します。お待たせいたしました。まさかの緑ソニー、珍しい。普段、ね、私が緑ソニーなんてほぼ初じゃね。そうだと思いますね。まあサブモンスターこの構成っていう時点でなんかそれは緑ソニーなのかという問題はあると思うんだけど、まあはい、なぜかこのモンスターでいきましょう。道中暗い、なんか2体以上から食らうとやばいっていう感じの構成ですね。よし、コンボスいらないんだよね、レア度で言うとね。ここまで下げれば大丈夫そうです、ね、参ります。挑戦、はい、全部1です。サブは1、1、ちょっと怖そうやね。全体かな。全体は必須っぽいですね、はい、参りましょう。あれ、はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ういおー、よかったよかったよかった。1体からはね。失礼失礼。全然ね、そんな気はなかったんですよ、はい、私。ほほー。ほほー。ちょっとやばいな。次。あー。ほー。ですね。はい、いきましょう、はい、ちょっとやばいかな。ちょっとやばいかな。ドロッコイお開きだ。おーし、センキュー。で、ソニアが6コンボ以上で、うん、怖っ。ソニアが6コンボ以上で 1.2倍だった。よし、ほい、よし、いい攻撃色がいっぱい。次も闇がたくさんあるからいいね。呂布とかさ、私あのミニ呂布出たんですよね、はい、ただなんか馴染みがないよね、呂布という存在に。私は多色が多いです。あー、闇消しすぎ。でもでも素晴らしい、落ち込んないっす。お、怖いね。一瞬ちょっと呂布が攻撃の順番が最後の方だからヒヤヒヤすんな。あ、ここは一体を倒しましょうね。はい、で、こいつが千代目です。はい、いきます。はい、ここさえ通過できればそのボス戦は耐えれます。はい、ボス戦は一体かいよ。おだらっぱ、ありがとう。いい感じ、参りましょう。ナイスコンボ。残念、5コンボ止まり。これで、あ、こんなもんなんだ。ちょっとですね。あれはすいません、しつこくて恐縮なんですけど、あのあれはいらないんですよね。コンボ数。はいはい。S を取るのにですね。うん。はい。このパーティー構成であれば。このパーティー構成だと。もう多分レア度だけで20万点ぐらいいってる。だからどちらかというとかなり余裕を持った、きっちりクリアしていけば。 OK、 ナイス、うまい、いいコンボ、6コンボ。おお、あ、リョフ溜まりましたね。あ、ちょっとでも怖い怖い怖いし、あと闇とか足りちょっと少ないな。やめとこ、やめとこ、う、ね、もうちょっとかなり削って、そうしよう、終わるっていう時にしましょう。そうしよう。おっしゃ、これはかなりいったんじゃないか。いい、これ緑でもよかったな。これ緑でもよかったな。まあまあまあ、おお、緑じゃダメだったか。際どいな、キワキワやな。いきます。さてさてさて、落ち込んで6コンボありがとう。
このダメージの減り方さ、なんかちょっと心にきますよなあ。ドキドキする。ハート1コンも入れとけば大丈夫だろう作戦、うんうんうん、あ、いい落ち込んだ、ありがとう。次で呂布かな、倒しきるかな。あ、もうこれで呂布でいこう。これで倒れます。天下無双の砲撃参ります。はい、あ、さあ大丈夫。ん、 OK、 皆さん呂布か、ソニアを持たれている方、これで S ランクを狙いに行きましょう。ミニ呂布でも全然関係ないです。フレンドに赤ソニアがいればいけます。むしろミニ呂布だとなおよしで。あ、レア度低いんですか。ミニ呂布の低いはず。おスタート星4の進化して星5じゃないかな。あ、パイレーツおめでとうございます。ありがとうございます。このパイレーツがですね、私の強みを強くします。そしてマークが出てませんので S ランク確定です。おいくら。ほら24万9000点、圧倒的な S ランクでございます。約10万点のお釣りを。皆さん、このパーティー構成で、レアリティ、サブモンスターが全員1です、このパーティーは、はい、でミニ呂布ではなくて、普通の通常呂布です。フレンドで使ってるのは、はい、それでレアリティ 2.8 の20万点なんで、心配な方はサブにまだ入れていいですね。転換とかね、入れてもいいかもしれないです。大丈夫ですね。で道中のなんだっけ、デーモンが2体同時攻撃とか来ると多分食らえない可能性があるんで、そこだけ皆さん気をつけましょう。はい、ほっといたしました。皆様、以上アンケートランチョン12、千代目と山本武尊持たれている方、ぜひとも今回のタイミングでスキルを最大にしましょう。で S ランクもついでに取っておきましょう。山田、さよなら。こんにちは。こんにちは、コスケです。今の村井さんのプレイ動画以外にも、たくさんのパズドラの動画を僕はアップロードしてます。パズドラの攻略、モンスターの育成や運用など、パズドラをもっと楽しみたいという方はぜひ、僕のチャンネルにも登録してください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやコスケ、ファイヤーのチャンネルなど、たくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。